ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。富良野対東第一、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、富良野、4人で中盤を構成する形になっています。キャプテン松山君を中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていて清々しいものがあります。そしてアウェーサイド、東第一、4人で中盤を構成する形になっています。チームの中心はなにわのカミソリファイター相田君。相手のエースを封じる守備に気を見たオーバーラップなど攻守に抜群の存在感を見せます。まもなくキックオフです。試合開始です。ここはパスを出した。行くぞ。払いた。素早く寄せます。これはごぼう抜きだ。林くん、ボールを奪うことができません。あと、ドリブルを見送る。林くん、シュートまで持ち込めるか。パントキック、どこまで運べるか。富良野、慌てて守備に戻ります。連続突破で見せます。かわして振り切った。文太くん、このスライディングが決まった。林くん、スライディングでカット。素早く横にかわす激しいタックル。パスを回す。おっと、攻守交代だ。ここは抜かせません。あっと、奪い返した。ドリブルで突破。小野寺くん、横にかわして突破。敵陣を切り裂く。小野寺くん、力をためて強烈でシュート。これはキャッチできない。こぼれ球をものにした。スライディングで止めた。体ごとぶつかっていった。ここで止めた。それ、小野寺くん、横にかわしてトップ。ヒッタッとシュートを放った。それ、加藤くん、このシュートに反応している。これで相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。勝山くん、ここは勝負を避けた。小田くん、素早く横にトップ。連続突破で見せます。小田くん、ヒッタッとシュートでゴールを狙う。辻くん、横に飛んだ。これはキャッチできない。山田くん、これをトラップ。小田くん、激しいタックル。このタックルは不発に終わります。ここからシュートに持っていく。真正面からシュートを受け止めた。長いパスが通った。林くん、素早く横にかわす。かわして振り切った。何、狙いすましたパスを送る。かわして振り切った。中川くん、ヒッタッとシュートでゴールを狙う。あっ、弾きます。中川くん、ここでボールを受けます。ここからセンタリング。若松くん、センタリングに合わせる。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット、体ごとぶつかっていった。横を通り抜けた。麦田君、ボールを奪うことができません。スライディングで止めた。松山君、表しのようなドリブル、勇ましい突破だ。ここだ。松山君、これで決める。豪快なシュートだ。辻君、横に飛んだ。これがネットに突き刺さる。
闘志と気迫では負けないぞ。ゴールを決めました。そうはいくか。奪えるものか。ここだ。これで決める。このボールをコントロール。もらったぜ。激しいタックル。それここでパスを出した。かわして振り切った。それ連続突破で見せます。必殺のショットでゴールを狙う。辻君このシュートに反応している。パントキック、どこまで運べるか。もらった。さあカウンターだ。ごぼう抜きだ。あっかわした。アズマ第一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。よっとすり抜けた。小野寺君、ここからチャンスを作れるか。横にかわして突破。小野寺君、力をためて強烈なシュート。加藤君、決死のセーブでゴールを割らせない。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところあとわずか。ロングボールを打つ。さあ簡単なスライディングで止めた。かわして振り切った。小野寺君、必殺のシュートで放った。あー弾きます。さあボールを抑えた。それもらった。フラノ1点差での折り返し。このリードを守りきることができるので、キックオフで後半スタート。これがどういうものか。フラノ、これだ。チーム全員で相手ゴールを目指す。それなだれ攻撃だ。それはっ。倉松君、ここは抜かせません。激しいタックル。かばして振り切った。ここだ。これはごぼう抜きだ。力を上げて強烈なシュート。辻君、このシュートに反応している。パスを受けた。ここからセンタリング。中川君、クロスに合わせに行く。パントキック、どこまで運べるか。松山君、このパスをカットします。そうはなのような。ここだ。イーグルショット。強烈なシュート。これはキャッチできない。こぼれ球を戻りきた。体ごとぶつかっていった。今すぐだ。ここは抜かせません。センタリングを上げた。中川君、センタリングに合わせる。ここでボールを受けます。金田君、センタリングを上げた。体ごとぶつかっていった。スライディングで止めた。金井君、横にかわして突破。それパスに切り替えた。松山君、表しのようなドリブル。痛ましい突破だ。パントキック、どこまで運べるか。小野寺君、このボールをコントロール。それ金井君、クロスを上げた。はじきます。ボールを蹴り出します。センターラインを越えて攻め込む。鋭いスライディング。はっ、こい。藤田君、スライディングでカット。そうだ君、このスライディングが決まった。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の選択まで残すところわずか。それを回す。それ小田君、センターラインを越えて攻め込む。それ吉田君、ボールを奪った。若松君、タックルも決めた。このクロスは通るか。中川君、クロスに合わせに行く。ゴールを狙う。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。抜かせません。松山君、ここはパスに沈めた。パスを回す。ここは勝負を避けた。横をすり抜けた。中川君、シュートまで持ち込めるか。さあボールを抑えた。東第一、
鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。それパスを出します。それです。野田君横にかわして突破。ここから振ってきた。あっとこれを弾いた。辻君ボールを持った。さあカウンターだ。小野寺君横にかわして突破。鋭いスライディング。野田君センターラインを越えて攻め込む。シュートを放った。こぼれ球をキープ。かわした。赤松君タンクを決めた。ここはパスを出した。林君パスだ。横をすり抜けた。スライディングでカット。これはタッチを終わります。東大地この位置からのスローイン。これはロングスローだ。パスを回す。加瀬君ここは抜かせません。横をすり抜けた。さあ試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。中野君必殺のシュートを放った。決定に飛びつく。まさに必殺決めたぞ。ここは好きにさせません。小野寺君激しいタックル。横にかわして突破。小野寺君必殺のシュートを放った。加藤君ボールはまだ生きている。小野寺君ここから打ってきた。